ハロー、アサギーニョです。今日はですね、どんな動画を撮っていくかと言いますと、毎日毎日私こう Vlog 外で動画を撮ってるんですけど、こう適当に撮ってるわけではなくって、一応いい感じにね、おしゃれな感じに可愛く撮れればいいなと心がけながらやってるつもりではいて、まあこんな顔ですから可愛く撮れることはちょっと不可能なんですけど、まあちょっとでもね、まあ盛れるように、ちょっとでもこういい感じに、雰囲気がいい感じにぴったり来るように、はい、まあやっとるんですけども、まあ今回は私なりのコツとかこだわりとか発見したことなどを紹介していきながら動画を撮っていきたいなと思います。はい、まずお家の中だと照明っていうものがあるんですけど、お外だとお空のコンディションが大事なんです。見てどうでしょうか、お空のコンディション。はい、抜群です。まあ、太陽光がね、何よりも照明より何よりも一番漏れるので、なるべくお日様がいい感じに当たるように、いい感じというのはですね、こんな風に影ができてはいけません。影っていうのは漏れませんから、影のない場所を探しましょう。はい、影ない。次にお花。はい、私がお花好きだっていうのもあるんだけど、お花って私好きなところがね、お花単体でも、これ単体でもすごく綺麗で可愛いんだけど、お花と一緒にいる人をすごく美しく見せると思うのね、お花って。だからこう花束とか持ってる人とかってすごく美しく見えると思うのね。持つ人とか隣にいる人をとても生き生きと綺麗に見せてくれるっていう、そんなお花が私は大好きでございます。あとね、超簡単にすごくいい感じにできるポイントがあるんだけど、今私が合わせてるのは何かわかりますか？正解です。このコカ・コーラの赤と、この服のストライプの赤と、唇の赤、同じ色をこの画角内に何個かポイントで合わせるといい感じにしっくりきます。だから意識して自分の持ってるもの、服とかポイントのカラーをこう合わせると、なんとなくいい感じの雰囲気にまとまりやすいです。はい、はい、こういう同じ色じゃなくても、私はこのブルーと黄色の合わせが好きなんで、こういう感じで相性のいい色を入れてあげてもすごく可愛いと思います。はい、こういう服がね、すごい派手派手だったりとか、こうリップが派手派手な時は、こういう無機質な場所とかも私は合わせるのが好きです。結構ね、お洋服のコーディネートと一緒かもしれない、チェックとドットとヒョウ柄とみたいな。お待たせしました、一番チェックドットヒョウ柄とか着ないやんか。やっぱ背景とかも写したいものに合わせて、色味とか柄とかものだったりを意識するといい感じに、いい感じに。はい、そして自撮りをするときは本当に光が一番私大事だと思ってるので、こんな風に回ってみて、こことかも最悪やん、影だから、こう一周回って一番いい光のところで、ここだっていうところで自撮りをすると漏れますよ。なので友達とかとね、写メ撮るときとかはちゃんと一周回って、2人で一周回って、はいチーズーってやる。まあさ、写真なんかさ、漏れたもん勝ちなんだからさ、やっぱポイントは押さえとくに越したことないよねっていう話でございます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ朝芸人もね、別にプロなわけでもカメラマンなわけでもなくて、素人でほんと手探り状態なんだけど、撮り方のコツとか教えてっていうコメントを時々よくもらってたので、今回やってみることにしました。まあやっぱ動画もそうだけど、こうインスタグラムとかの写真とかも気に入ってくれるとすごい嬉しいし、これからもちょっといい感じの映像写真を撮れるように、うちも成長したいなと思います。じゃあまた明日も見てね、バキュー。思いが募るほどに、直接顔見ては言えない、君の好きなところなんて数えきれないほどあるのに。だからピースとかも、こうやってピースするよりかは、こうやってピースした方が漏れるって感じ。ご飯屋さんとか行ったら、ご飯をちょっと手前に、自分よりちょっと手前にしたら、自分の顔もね、体も華奢に見えると、そういうことでございます。簡単ですね。